配信です。クッキンこんばんは、ありがとう。ハートありがとう。今夜も可愛い、ありがとう。ビッグハートありがとう。夢ハート、ビッグハート、夢ハート、ありがとうございます。こんばんは。今日声に入れなかったのがなんだよね、あけんさん。残念。あ、耳が渋滞してる。はい、くまちゃん、地球大好きくまちゃん、ありがとうございます。わかる、くま、ありがとう。こんばんは、くまくま。よし、チョコありがとう、クッキーありがとう。ありがとうね、くまちゃん。5時間おっかりすると寝落ちするので、お風呂に入って眠気飛ばしてます。お、いいですね、ありがとうございます。すいません、昨日寝落ちせん、の僕誕生日です。お祝いします。こちらこそね、ちょっと連日夜配信ですいません。それでいきます。 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday dear San. Happy birthday to you. おめでとうございます。デッデイ、おめでとうございます。一日遅れちゃいましたが、こちらこそすいませんですが、おめでとうございます。イエーイ、おめでとう。この1年もよろしくお願いします。素敵な1年となりますように。クッキー、ダメちゃんが来るんだ。クッキーハート、ありがとうね。ドライヤー配信うるさいよ。さし、あのあれ消さないとマイクを。こんばんは、ダメちゃんが来るんだ。ありがとう。ハートありがとう。ハートチャージありがとう。ダメちゃんが来るんだ、ありがとう。お風呂上がりさんちゃん、もちろんかわいい、ありがとうね。みんな優しいでござんすね。でもあのこのアリさんをかぶるときは前髪を出すとちょっとは、なんて言うんだろう、本当のガチお風呂上がりじゃなくなると言いますかもうこのアリさんをガチお風呂上がりだったら前髪を隠しちゃうんですけど、そうするともうガチお風呂上がりすぎちゃって、あのちょっと大変なことになるので、はい、前髪を出すことによってまだ偽りのお風呂上がりさんちゃんです。今日は3倍可愛いさんちゃん、嬉しい、ありがとうね。ハロー、こんばんは、おめでとうございます。皆様出てい、クッキーありがとう、おめでとうございます。たくさん公園に入りたいです。当たりますように、公園が。 Happy birthday to you、 誕生日おめでとうございます。あ、お誕生日うまいことかかってる。本当に皆さんありがとうございます。いえいえ、こんばんは、おめでとうございます。85人でさんちゃんの髪も乾かしたい。すぐ乾きそうだね、85台のドライヤーでやってもらったらすぐ乾くね。あなた、ありがとう。ずっとお風呂上がりになれるのどういうこと、そんなに良い感じ、嬉しいわ、ありがとうございます。あなた、ありがとう。ちゃんと乾かしてから寝るね。そうだね、風邪ひいちゃったら元も子もないですから、はい、乾かして寝ようと思います。ちゃんとありがとう。あれはかな、やばかった、一瞬寝よ、寝てた、危ない危ない、ありがとう。ハート、ありがとう、こんばんは。皆さん今日も夜遅くまで起きててくれてありがとう。アリさんマークスの引っ越し屋、これアリさんウサギなんだけどね、本当はこうなってたらウサギなんですけども、こうだからアリですね。おしゃれフロア、そう、まだ偽りのお風呂上がり、ガチお風呂上がりだったから前髪 M にしてもいいで、ダメ、 M はさ嫌よ嫌よ。こんばんは、こんばんは。 M はね、多分ちょっと可愛いを
通り越しちゃうかも。こんばんは、こんばんは、みんながチョブロガイ見たいんじゃない、レアだね、だって。ダメダメです。で、昔はそうだったんだけど、多分こっちの方が可愛いです、そのガチよりは。偽りのお風呂上がりのが可愛いです。偽りのお風呂上がりってのが偽りなんじゃ。え、ずぶ濡れって聞くと警察生一生思ってる。あ、それは違いました。ちょっとまあちょっと引っ掛けすぎるかな、やめとこうかな。でも意味はそれです。ずぶ濡れ SK48 ならぬ、今日はずぶ濡れさんちゃん、ガチのずぶ濡れさんちゃん。え、なんて呼んだらいいんだこれ。こんばんは、今日はより美しい佐藤ひめさん、こんばんは、ありがとう。しばらくは公園投げるな。そうなのか、あーん、だるまちゃんこんで、ありがとう。やけどしてしまうわって。あ、85台のドライヤーかな、鉄のスクランブル。そうなんです、すごいありがとうございます。先生、あのね、スクランブルの機会をいただけて本当に、こちらこそあの本当にありがとうございますですね。今日もかのんちゃんの配信しか見てません。これは嘘だって言いたくなっちゃうけど、ハートありがとう。こんばんは、アリウサギ。昨日のアイレム可愛かった、今日のフリオガリさんって卵肌、卵肌じゃないよさんちゃん、これは卵肌、卵肌ではありません、さんちゃんは。残念ながら、今日はゆっくりって休めた日、休め、まあお仕事でごどっかい出勤みたいなお仕事はなかったので、そういう意味ではお休みだったかな。でもなんかいろいろ考えたり足りたりしました。クッキーありがとう、昨日寝てしまって配信見れず悲しかったな、だって、うん、今日は起きててくれてありがとう。クッキーありがとう、明日のお休みもあり、開始今夜の便で赴任先に戻ります。今回は会えませんでした、うえへゆっくり休めましたか。お耳がピオリンチョするから、アリシャの触覚にる、そう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 ね、一緒、恐ろち。自分もお風呂上がりでいやー一緒。うん、クッキーありがとうございます、チョコありがとうございます。前トークトークトークでお風呂に入ったらどこから会うかって性格テストやって、へー、あるんだそういうのが。カノンは頭から、メイクをがっつりした日、公演の後とかだったらメイクを落とすところから始まるけど、その先にね。だけど基本的には頭からですね。調べたら出てくるのかな、それ。お風呂の、お風呂どこから洗う性格診断、調べてみよう。こんばんは、 SK みくじ開始から36日も経ってるのに今の本命が来ます、ピエン。こんばんは、こんばんは。カノンは頭から、皆さんは頭から、あ、間違えた、あった、性格診断、ちょっとたまたまカノンが見つけたやつで読むね。うん、頭や髪から洗う人は好奇心旺盛だが中途半端になることが多いだって。何事もやり遂げることが成功の近道、頑張ろう頑張ろう。じゃあ皆さん、もう自分の予想はしましたか。言うと、言うんじゃうよ、腕から洗うという人、はーい、寂しがり屋で甘えん坊だって。ポジティブシンキングをしていきましょう、だって。ポジティブシンキングで頑張りましょう。こんばんは、スペースシャトル、ありがとう。今日はセクシーなサウンド姫さん見せてくれ、ありがとうございます。髪押しでよかった、セクシー
ありがとう、こんばんは。だるまちゃんくん、ありがとう。ありがとう。山栗スノボで日終了しました。明日名古屋に向かいます。名古屋で、ま、名古屋っていうかこっちで待ってます。クッキーありがとう。みなりゅうのさす神村えこは収録前爆盛り上がりだったね。だっておー確かに盛り上がる相談2人だしね。今日は4窓くらいで配信見てます。2窓に落ち着きました。あらありがとうございます。左手の毛がだいぶ治って、もうギター弾ける。ああよかった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 。今シーズンも怪我なくスノボを終えました。素晴らしい。綺麗な、ありがとう。3分前のこと合わせますので。だっていいですね、記憶のリセットが早いですね。こんばんはこんばんは。ちょこちょこっとありがとう。お風呂がいい。ダッチムダッチアップルパイってアイス食べてる。ダッチアップルパイ美味しそう。カノマイス食べたいな。こんばんさんちゃん、こんばんさんちゃん。今絶賛真夜中の荷造り中だって。あ、猫ちゃん、猫ちゃんこれ猫ちゃんでいい。猫ちゃんありがとうございます。にゃんにゃん トーク握手欲しいなった。待ってろよかな。待ってるね。昨日の公園でバットを振ろうことしただけ。なんか意味あったの。ゲームの人はしてただろうけど、え意味そんな語ることじゃないけど、フープさんがやってたからやってみた。ハートありがとう。ただいま今家に着いた。お帰り。ちょこちょこっと。クッキーありがとう。こんばんは。聞く前に答えるかな。いやんいやん。ハートありがとう。次何これ、朝から洗う人。朝から洗う人はね、実行中な人が多いらしい。自意識過剰タイプ、広い心で人と接すると幸運アップ。朝からそれ以外書いてないわ。他にもありそうだね。まあいろんなねあれがあるだろうからさ、これが全てってわけじゃないかもしれないけど、いっぱいあるもんね。利き腕からだったとかもある。違うのも読んでみようかな。違うやつはね、最初に頭を洗うあなたは物事を順番通りに進めていく計画性のあるタイプ。責任感が強く、誰かに依存したり人に頼ることはありません。自分で考えて行動していく自立性のあるタイプです。自分の感情を表現するのは苦手で、何事も考えすぎる傾向が。頑張り屋さんなのでストレスをためやすいところがあります。一人で抱え込まず誰かに相談するようにしましょう。なるほど。利き腕から洗うあなたは、利き腕を最初に洗うあなたは努力家で情熱的なタイプ。パワフルに見えますが、実は寂しがり屋のところも、人とのつながりや愛情を求める傾向にがあります。競争で勝って周囲から認めてもらおうとすることもあるでしょう。人からやの評価に振り回されない要注意。最終的には自分の決断を信じるようにしましょう。情に熱いタイプなので、周りの人衝突しないよう協調性を心がければ、人間関係に恵まれます。利き腕と反対の腕からあなたは気球で人気の全ごめん失礼しました。人の気持ちに寄り添うことができる優しい人です。争いを嫌い、人間関係を大切に、平和主義な性格、周りの空気を読むので、なかなか自分を主張しません。自分の気持ちよりも周りの意見を優先する。ストレスや考えストレスを抱えやすいでしょう。優しい性格のあなたなので、きっと良き理解者に恵まれず、相手にどうも恵まれるはず。ダメじゃん今日のカノン。相手にどう思われるだろうと考えすぎず、たまには自分の意見を主張してみましょう。なんかいろいろあるけど、まあ結局はいろいろ読んでみてどれを信じたいと思うかですね、自分がね。こういうのはね、いいところだけカノンは信じるタイプです。ハートありがとう。こんばんは。当たってた。そういえばついに今日大吉さんちゃんが出たよ。ダッチの方が助けてくれるはずです。本当にもう頑張ってやるとき頑張ります。お帰りなさい。ご飯にする、オフにする、それともフリーね、
詩人やりますか。腕から洗います。うん、左上です。おー、中途半端か、当たってる。おわーキャー、当たってる。セリフ入れます、セリフ入れます。すごいです。自分甘えん坊だったのかな、セイクロさん甘えさせた。どうしようかな。ハートありがとう、クッキーありがとう、ハートありがとう。18日から公園出る機会が増えるから、休むとき休んでおけたんだって。そうですね、体力は、体力は温存期間でしたね。ハートありがとう、猫ちゃんも改めてありがとう。猫、今年はいい動画ありそうだなって。ハートありがとう。ダッチアップルパイ美味しいね、美味しいんだ、食べたいな。こんばんは、ハートありがとう。こんばんは、猫には見えんなだって。こんばんは。26日が誕生日当日のおーちゃん生誕祭になったのね。新曲発売の近くだね。うん、いっぱい応援しましょう。ちょこちょこと左腕変えます。自己中でいこう、自己中。ちょっと待って、こう、あれメロディーが出てこない。いいじゃないか、 My way My way、 人生でねね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 、自己中だっていいじゃないから、 My way。こんばんは、チョコチョコとありがとう。お腹痛いんだけど、こんな時間に食べちゃあかんだって。魚肉ソーセージもぐもぐ、あー偉いですね。魚肉ソーセージで我慢できるってすごいよ。当たってるやん。チョコチョコとありがとう。1112日の会社おめでたの、ありがとう。こちらこそ。こんばんは、レインボースター、こんばんは、ありがとう。くまちゃん、え、あ、読んでたから。クッキーありがとう。こんばんは、気球で反対から洗う人です。いろいろ出てくるよこれ。だからなんか占いってやっぱり自分がこう迷った時とかいいのかな。なんか信じたいことを可能は信じます、占いしたら。クッキーありがとう、チョコチョコってありがとう。こんばんは、ゆかりチップスをもぐもぐタイム。何のゆかりチップス、ポテチみたいな。中吉と小吉も早く出してコンプしなきゃね。頑張って。ちょこちょこってありがとう。今年の制服の目が当たらないよ。どうなってるの本当に。4日かかってるけどまだゼロコンプ。あら。ちょこちょこってありがとう。こんばんは。かわいすぎだろ。ありがとう。こんばんは。今日はあーやの大吉キャーのお写真キャー。大型さんちゃん。さんちゃんは B 型だよ。違うか、そういうことじゃないかな。こんなして制服の目、レインボースターありがとう。エオフロティはまず大事なとこだ。そうなの、声出しと制服の目みんなみたい。そりゃそうでしょ。こんばんは、21日が恐怖の公演になりそうなんです。だってカロも、カロも21日は恐怖、恐怖というか恐怖ではないですね。はい、皆さんが声に当たることを願っています。こんばんは、レインボースターありがとう。こんばんは、明日は朝配信しますか。だってしません、朝配信はしません。はい、お休みでございます。メール届いたかな、メールさっき送ったんだけども戻ってきちゃってるかな、大丈夫かな。クッキーありがとう。さっき怪しまれるーちゃんをいただきました。よく気つこい見に行く、怪しまれるーちゃんかわいい。ドミキポジションだったとこ落とすしたところ、次の21日送るちゃん確定しましたって。
患者さんより来ても星になった運用して。その流れで言うとバックアップとかそういうことが書いてあったのかな。なんかグッズが出てましたよね、ゆかりさんの。当ててなかったっけ。お鼻がムズムズする。あ、ほら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 、オンラインショップ缶バッジとか CD とか色紙 T シャツパーカーバッグタオルサイリウムなどキーホルダータオルマグネットなどなどいろいろと。最近朝配信しない何か考えがあるの？考えはないです。狙いとかそういうわけではない。もちろん朝配信の人にも夜配信の人どっちの方にも見ていただけたらとは思うけど、考えがあるかって言われたらそういうわけではないですね。ゆかりは愛知のお宮でエビせんべいさ、それですね。カノも知ってました、失礼いたしました。美味しいよね。あのいい箱に入ってるやつ。クッキーありがとう。まだ来ないよ。本当に話題を変えて AKB の新曲聞いた。うん、あのカノン綺麗の井上さんがさっきでめっちゃ良き聞きました。カロコンウィンク吉政さん武士がめっちゃこう聞いててワクワクしました。まだすごい覚えられてるかって言われたら覚えられてる。ちょっと待ってよ。カラコンウィンクでティーティービューティフォーってところが好き。最初のティー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 。朝配信やめちゃったの。朝配信の一日のパターン崩れることが分かった。だってそっか。でもあの戻ると思います。やっぱ公演がある日とかは基本的にはね、あの朝配信をするので。そう、今カノンスクランブルでね、この前出させていただいたからだけど、あの公演がねこの期間なかったわけよ、予定としては。そうだから単純にカノンのこうスタイル、カノンのスケジュールが変わったことによって、あの朝配信が夜配信になってる。今まで夜配信することがあったじゃないですか、公演とかなかった時に。そう、それが続いたっていう感じですね。だからまた公演が始まったら朝配信に戻ると思いますし、っていう。でもそういうパターンはね、確かにカノンが変わってるから皆さんも変わっちゃうよね。変わっちゃうよねっていうか、
ありがたいことでもあるよね。まだメール来てない。あ、届きますように。みねちゃんの生誕祭まで公演投げます。あー、なるほど。そっか、もうすぐ3月だから。メールまだ来てないよ。だって届きますように。わかった。明日制服のみさんからのスクランブルです。やばいですね、こんな。もうそんなことだったら、そう、もしそうだったら配信できないですね、カノンさんね。明日の仕事休みだから、ゆっくり寝かしてくれるのありがとう。寝てください。だるまちゃん転んだ、ありがとう。朝配信で生活のリズムの出来上がってた。最近出勤が遅くなっちゃう。あ、そうなの。個人の感想だけど。ゆかりさん、ゆかり、あ、さっきゆかり、わかります。もう最近生活が崩れてます。あら、ある意味、ある意味っていうか当たり前というか、カノンも崩れてます。それは崩れたからダメだとかいう、だ、全てがダメというわけではなく、いつもとは違います、カノンの生活リズム。雰囲気ペンって字面がかっこいいよ。わかる、確かに習字で書きたくなるよね。アリミミドアップ、テリテリ、こんばんは。21日も10期が尊い公演ですね。だって、あら、キュッキュッキー。ギターはね、だからギターは入れてないかな。天心さんちゃん、お、そうなんです。3月31日の野島かのさんとライブ行きますか。グッズめっちゃ素晴らしい、いろいろ楽しみよね。だってね、ちょっとまだ3月の予定はカノンはわからんでございますね。本当にカノンって予定をあんまり立てれない人。逆に言えば、いけるってなったらそんなに、なんていうの、立てれ、先々の予定を立てれない人でございまして、まだわからないですね。イボスターありがとう、こんばんは。でもなんか、なんだっけ、リクエストコーナーがあるんでしょ。リクエストコーナー、かのさんのさ、ポストにさ上がってなかった。ほら、3月にソロライブでリクエスト曲コーナーを設けます。一人決めに参加してもらいたいです。このリンクからできるので、ぜひぜひって、ポストが上がってるのでね。聞きたい曲をリクエストできちゃうという素晴らしき。レインボースターありがとう、こんばんは。21のデザナコス大好きなの、チャレンジ成功しないかな。だって似たような近さできるかな。でも分からん、21日はね、カノも分からん、できるかできんか。当たりやそう、広告の音が落ち、広告の音が。朝配信お休み、ギターの絵からもお休み、お休み。すーちゃんじゃんけんもね、ないね。エビせんべいのゆっくりってさ、以前割れたやつか箱じゃなくて、お袋に売ってたけど、まだあるんだ。どうなんだろう、ありそうだよね。でもで、どうしてもやっぱ割れちゃうものって、そう、なくなることないじゃないですか。きっとあるんじゃない。こんばんは。カラコンウィンクが詩が先なのか曲が先なのか。それはもうさ、カノは知らないけどさ、曲が先なんじゃない。どうなんだろう、曲、そんなこともないのか、そういうわけでもないのか、わけでもないってのもおかしいな。どうなんだろうね。でもやっぱり卒業ということで、柏木さんえの絵の曲なわけじゃないですか。 AKB のシングルだけど絵の曲なわけだろうから、詩が先なのか。
こういうパターンもあるのかな。ちょっと題名とかこういうのが決まってて、で一回曲を書いてもらって、そこに歌詞もまたその後でやるとかもあるのかな。それ分からんよね、カノンさん。どうなんだろうね。でもゼロから曲が先っていうのはなんかあんまり考えにくくない？もうカノンのめっちゃ変、全然分からん人の予想だけど、やっぱり柏木さんにって思って書くと思うから、そのどっちもだけど、その何かが決まってからの曲ではあるんじゃない何かが決まってからの曲ではあるんじゃないかなって思うね。で曲を受けてまた歌詞が変わったりとかもあるかもしれないけど、ゼロから曲が先かどうかからんね、本当に。ウィンク？ハートありがとう、こんばんは。寝坊できるときは寝坊すると。個人的には夜配信かの方がかな。最初から最後見るか嬉しいけどね、だって。まあどっちの方が見れるっていうのはどこまで行ってもいるよね。どっちの人も。だからまた朝配信になった時は朝配信もよろしくお願いします。カノンスタイル、こんばんは。さんちゃん帽子、そう帽子っていうか、なんかヘアタオルヘアタオルっていうのかな。アリシャンです。鉄の声まだまだやるのかな。客席が待ってる。とりあえずはありますね。わからんですね。さんちゃん、こんばんは。ゆっぴーにカキ食べに連れて行ってもらってください。連れてってくださいゆっぴーさん。寝坊するか寝落ちするか、どちらかといえば寝落ちのリスクの高い私。ふっふっふっ。あって。なるほど。ちょこちょこっとありがとう。予定によって変わるの仕方や、ほとんどのメンバー朝か夜かたまに昼かって。そうだよね。買った唐揚げがパサパサだったので醤油につけ込みして遊んでます。唐揚げをつけ込むの。こんばんは、ハートありがとう。若いなんてどこかの事務所に所属でした。所属はしてないですね。動画を勝手に上げてもいいのか悩み中。どういう動画。あー、ライブとかの動画ってことかな。大丈夫だと思います。所属はしてません。はい、今日は寒天の日、似合う色の日だった。カノは何色が似合うんだろう。あるよね、パーソナルカラー診断あるある。カノもリクエスト、ああるある、カノもリクエスト投票したら自分はヨンちゃんと緑黄色野菜さん、野菜さんになっとるわざとだよね野菜さんお、いいですね。実用車変わりっこ、どういうこと。日本で初めて天気図が作成されるオンラインサイン会のお礼動画見て届くの楽しみです。はい、楽しみにしてて。さんちゃん、おばんです。どうも。木本先生は中上曲が好きなの。そうなんだ。コンペで曲見て塩漬け。へえ、知らなかった。夜配信の場合だと何時からなど警戒してお風呂に入る時間が短くなる。なるほど。本当に皆さん、ありがとう、見に来てくれて。 YouTube で本人が生解説してて、あ、そうなんだ。オンラインサイン会動画忘れてた。仕事中どうやったか、ぜひ見てね。カノンから秋元先生に聞いて。それは無理だ。カノンから秋元先生には聞けません。秋元先生、これは言っても大丈夫だよね。カノンは秋元先生にお会いしたことがないので、お会いしてみたいですね。もうそんな軽々しく言っちゃいかんのかもしれないけど、お会いできる人になりたいですね。 AI に作ってもらった何を何を。ちょこちょこっとありがとう。昔よく公園で釣られてたな。さすがだね、やっぱてか
顔カラコンいくなくしたら、あのほんトーク会かぶってね、トーク握手かぶってね、そうなのか、カラコンヘーゼル級のかわいい、変なこと言うともしません、全然です、こんばんは、同時会、あ、幕張同時会です、あ、そうなんだ、本当にかぶってんだ、欲しいなった、欲しいなっちゃったよ、定期もちょこちょこと買える、会いたいかん、5時販売中だから、確かにバレンタイン終わっちゃったもんね、そう今ね5時販売中なので、皆様ぜひお会いに来てくださるとても嬉しいです、このメール来ない、なんか変なこと書いちゃったかな、戻ってきてはないよね、そう、なんか戻ってきちゃう時が、あ、戻ってきてね、あー、サイズオーバーで戻ってきてる、届かないです、皆さん悲しい悲しい、すいません、もうくれないんですよ、ごめんね皆さん、秘宝です、秘宝です、もう何やってんだ、カロンさんは、こんばんは、チョコチョコってありがとう、この前のゴディバのチョコは、あ、全部食べました、家族がスヌパパスヌママスヌちゃんが一個ずつ食べて完食です、ハートありがとう、バラの花ありがとう、ハートありがとう、ここだけどマイコさんクラスが通常と違うことやとチョキド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 キね、カノン聞いてほしい、マイコさんがね鉄の時にね、カノンのポジションとマイコさんのポジションの時に、頭をポンポンってしてくれたのニヤニヤしちゃった、ふーさん早く体調良くなるグラビア見なくっちゃ、あー見なくっちゃ、本当に体調も早く良くなってほしいです、まあゆっくり休んで早く良くなってほしいです、明日夜配信した方がいいんじゃない、21時から1時間のぐずるじゃんリアタイで聞けの流れ、あーなるほどね、こんばんは、ハートありがとう、こんばんは、ちょこちょこっとぐずるじさん、こんばんは、ヘナイシに会ったことある、直接はないか、ないです、16時の握手が完売して、本当に改めましてありがとうございます、皆様本当に感謝感激です、ありがとう、クッキーありがとうね、明日2通送ります、本当にごめんね、明日2通送るね、あらら、高弘先生、庄司先生に直接教わってます、そうですね、直接教えていただきました、本当にありがとう、すごいことだね、本当にすごいことだね、センター卒業ね、YouTube のコメントで、ミュージックビデオのねコメントところにコメントで、ファンの方がしてるコメントで、映像がね、ミュージックビデオの柏木さんの周りをみんなが走っていくっていうシーンがあるんですけど、そこがとっても素敵というか、やっぱ卒業するわけじゃないですか、柏木さんが、そこで他のメンバーが未来に向かって走っていくっていうところがすごくね、ジーンときたっていう感じのコメントがあったんですけど、それを見返してカノンもそのコメントを読んで、本当にそういう風に感じて素敵だなって思いました、こんばんは、あのチョコは誰が買ったの、まあリアルの話、お金の話はスヌパパさんが買ってくれたのでもまあね、はい、カノンのご褒美チョコですCD と一緒にチョコのお渡し会があったら参戦するのに、だってあーチョコレート、チョコチョコっとありがとう、罰としてあたかわいいのたくさん、かいのたくさん、
マウント取る感も可愛いね。いいでしょう。マイコさんに優秀しされちゃった。いいでしょう。グザラだぜ、ありがとう。俺らもポンポンしてほしい。甘えん坊ですね。セクシーさんちゃんは無理です。残念ながら。いつもっと兄弟だって。あうわあ。そうだよね。マイコさんにポンポンされ、そうだよ。昨日だってもう一度冷たかったけどね。だって。ああ、ダッチも方は確かにそうですね。そう、ゆきりんさんはポーズを決めてるところでみんなが走っていくっていうね。ちょこちょこっと、クッキーありがとう。今回のチームのミュージックビデオ楽しみな。誰がセンターやってるのかな。そっか、まだ知らないのか。皆さんやっぱ映ってるといいのね。カノンもいっぱい映ってるといいなって思います。カノンもまだ完成は見てない。バレンタインとホワイトが逆になってか、ホワイトの時にサンちゃんが買わないと。サンちゃんが、ええマイコだね。上手、いい子、上手いい子とは言われてないです。歌ってたからマイコさん。ハートありがとう。走っていくミュージックビデオ見えちゃうな。あらなんか先頭走っていく自分が思い出されます。おお、確かに。もう何年前なんだろう。ゆきに卒業で本当に一つじゃ終わったな自分とか。なるほど。ちょこちょことありがとうございます。ダッチモフについて冷たかったミキちゃんもです。もうね、本当にあれがでも温かいんですよ皆さん。あ、ミューエイジャーの冒頭のカノちゃんのお嬢様マシーンも印象的。お嬢様マシーン、ぜひ知らない方は見てくださいね。ゆえちゃん最近はチーム曲のミュージックビデオ欲しいなった。メンバーが解散する欲しいになっちゃった。メンバー直筆のバレンタインカード、ダッチモ公園どこや、ダッチモ線に行かないとか。だってダッチモ公園で待ってるよ。当たったってこと。現地イベントの予想決まって、他のメンバー作るアピールで岸辺のダッチも多いしよ。考えてます。いつも遅くてごめんね。クッキーありがとうね。ね、衣装はでも釘付けウィンクの衣装も着たいと思ってるし、締めのダッチモフ衣装も着たいなって考えてる。クッキーありがとう。小鶴おじさん、てん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 、ちょこちょこっとありがとう。追いつきました。また来ました。嬉しいです。ツーショットはどんな衣装でも、ツーショットで釘付けウィンクは絶対着たいなって思ってる。ちょこちょこっと、こんばんは、チキラ、こんばんは。チョコありがとう。でも幕張だと自分で衣装持ってくるの大変だよね。あ、確かにね。でも衣装は着れる時がと着れない時があるので、着れる時に衣装を着たいので。グッズラドでありがとう。グッズリュウジさん、コメントしていいぞ。あ、ありがとうね。応援したい人もいるので残念です。風邪ひかないようにね、乾かして寝ます。ありがとう。12期のクッキーの卒業生でマイコさんに行ってほしいって頼んでたので、マイコさんまだ卒業できないってことで。頼んでたの。卒業するときにマイコさんに行ってほしい。ほう、なるほどね。衣装新幹線で着てくるの、それはないです。衣装運びならしますよ。だってあら、いいんじゃないよな、動画で見たら。あ、そうなんだ。皆さん、かのんちゃんどの衣装が好きなんでしょう。どうなんでしょう、どの衣装が好き。
17一件殴ってゆねちゃんの赤間姿が見えないのがショック。あ、小学生がプールの日朝から水着あらかじめ着てくるみたいな衣装はしません。また練習の日をコスプレをしても、でも今やったらまた違うよね。あの時は本当に迷ってたもん、どうしようか。でも着てみてみようって感じだった。今はまださ、カノンが着てても昔よりは驚く人が少ない気もしなくないもんでしょ。狼とプライドとか、あー、こんばんは。涙に、ああ、夏に燃えた恋だから伝説の一回。衣装はかつ自分が着たい障害性この作品から限定。あ、そう、今はね基本的にはあの、そうそうそう、着れるね衣装が、ね、決まってるのでね、着りたい、着たいからといって全部着れるわけではないんですよね。でも貸していただけるって改めてありがたいことだから本当にあの感謝なんですけれども、リクエストをもらって着るっていうことはできないんですよ。そのはい、愛のホログラムの衣装の、わお、クズランダで口口かいとかの子供らしい、だってカウンちゃんにしか行かないか必要ない情報だから、ういとか言ってみる。だってありがとう、本当に美味しい。阿波踊りじゃない、盆踊りじゃない、間違えた、盆踊りじゃない、ノリノリ。ディディディ、パカーン、商売やな。だって平成生まれ、昭和のアイドル、あれ違う、令和の昭和っぽい平成生まれアイドル、さんちゃん。ねえね、千秋楽公演まで来てリバイバル来るよね。だって、え、来たら見てね。ちょこちょこってありがとう。着物と割烹着を着ておかみさんになって、ああ、昭和にこんばんは。やっぱ今だと釘付けウィンクかな。だってそう、釘付けウィンクは着たいです。マイクさんはチョコの踊りは切れないってつぶやいてたの、そのせい。あ、そういうわけではないかもしれないけど、フラミンコ羽生えてるやつ、羽ってかわいいよね。カウンターン、釘付けウィンで靴まで買えない、スタイリングの時は嬉しいな。だって、あ、象徴的だからね、あの厚底。チョコチョコってありがとう。タコちゃんチキラーありがとう。クイズケミンクの羽付きの靴は踏まれる回はいつですかっていう靴で踏まれたいんですか。え、三言語アイドルってこと。そう、仕事終わったから帰りますよって。お疲れ様です、気をつけて帰ってください。水の犬衣装を無理やりに頼んできたら時新規たくさん来るかも来るかな。でも着れないんですよね。超ちょっとありがとう。でもカノンちゃんは昔のこと知ってる方で昭和ネタが通じなくも、本当にこんばんは。みんな大好きチョコの、ね、クソ熱いカンガルーとか、チョコの行方の衣装がボロボロだったか、変わった時もいつ変わったの。今年に入ってかな、カノンちゃんチョコどれ来たん。そう、来ました、周年かな。でそれで来たから、あのこの前のシングルのイベントでも着れました。翔さんでさんちゃんからチョコもらう人生に転生したい。
そんなに？本当に？でもそしたら今はないよ。今はないかもしれないよ。賞賛でもらっちゃった。じゃあ僕は新人ジャンプで着地した時に踏んでください。痛そう。ダメですよ。痛い痛い。クイズケインクのテンションジャンプ3人踏んでダメです。3人痛い痛いです。どういうお願いですか？こんばんは。はい、なのでね、いろんなっていうか、その釘付けウィンクの衣装は本当に着たいなって思ってるので、クリュイさん幼稚園で一緒に株引っこ抜く人生転生したいだって本当に滝ありがとう。声出しミュージックビデオいいなだって。あー、声出しミュージックビデオの衣装は切れないですね。楽しい時間という間ね。今日はもう24時で切れちゃうから終わらないと。クッキーありがとう。チョコの妖怪の衣装変わった変わった。なんか千葉さんの衣装ってエモエモだエモってたのに、そう変わっちゃったけど、やっぱポジションで衣装が決まってるから、名前はその先輩の名前がそのまま書いてある。でもね、記事変わっちゃって衣装変わっちゃったら、まあちょっと意味が変わってきますよね。生誕実質もお揃いで着れたらなと思うので、皆さん発表されたらゲットしてください。さんちゃん可愛いの、ありがとう。のんたこしょどっこいしょ、どういうこと。それでは今日も13位から30歳張り切って同情。13位サンデーサットマーケックファミリーちょありがとう。12位サンデーサットマーケックファミリーありがとう。11位さんです、ありがとうね。10位さんです、サットマーケックファミリーめかりがーありがとう。9位さんです、サットマーケックファミリーありがとう。8位さんです、サットマーケックファミリー。キスをあげるよ今気づいた思いです、ラブキュー、ありがとう。7位さんです、もう少し話したいのに笑顔で見送るのなんだかな、 Thank you。 6位さんです、サトマーク組おーてっておめでとう。5位さんです、サトマーク親子ファミリーありがとうね。4位さんです、にゃんありがとう。そして3位さんです、ありがとう。そして2位さんです、ありがとう。そして今日の第1位はトゥル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 リリリリリンティロロロンテレンさんです。横浜エリアリンコカラさんもかわいい、大大テン大好きよありがとう。 Thank you アリンコ、 Thank you。そして9の85位やっこさんはタラッタッタッタンさんです、ありがとうございます。あなたもぜひ横浜になっちゃってくださいね。キュッ、はい、ありがとうございます。あとはあの生誕ティーで思い出したけど、トーク会でツーショット会で生誕ティーも着たいし、できれば誕生日の時に皆さんとも一緒に着たいし、生誕祭がいつなのかがちょっとかのまだ分かんないんだけど、もし生誕祭でも当日がないってことはそれより前にあることはないから、そうか、花冠もどこかでかね、もしつけれたらつけたいなって思うな。可愛い写真待ってるだって、送れるかな、可愛いかなこんばんは、握手会で初恋さんで歌う時出した無牛までお願いしますだって、はい、任せて、あの忘れてたら教えて忘れてたら教えて、ツーショットふざけようかな、一緒にふざけようぜ。毎週土曜日はメールは先生だから、そうなんだ、気をつけます。あ、そうです、忘れやすい日です、気をつけます。
多分生誕知識届いてからか大丈夫よ。だって恐ろしいよね。うちが選挙手会でしない、持ってきたいって持ち込みのしない、衣装の中のものっていうことだったら大丈夫かもしれない、分からん。フランギー、うん、はい、なのですごい楽しい握手会、トーク会、ツーショット会にできたなと思いますので、皆様ぜひ会いに来てくださったら嬉しいです。それでは終わります。今日もこの辺でまたこやねん、ありがとうございました。切れちゃうね12時で、はい、意外と。